皆さんこんばんは、ミックです。今日は私のこちらのお仕事用のバッグの中身をご紹介していきたいと思います。はい、会社員から独立してずっとね、今まで家で仕事してきたんですけど、去年ぐらいから外での打ち合わせもたくさん増えて、その帰りにカフェとかシェアラウンジとかでお仕事をして帰ってくるっていう習慣がついたんです。なので最近では週3ぐらいのペースで外で仕事しています。その時に私がバッグの中に入れているものを皆さんにご紹介していきたいと思います。はい、ではまずはバッグからご紹介していきたいと思います。バッグはですね、私が立ち上げたブランドヒンクヌンクから発売されるワンハンドルショルダーレザートートバッグです。こちらのバッグは去年のフィンランドの旅だったりとか、あとはニューヨークの旅などちょこちょこね、旅の Vlog で登場していたので、皆さんもね、見たことがあるかなと思うんですけれども、そのバッグがね、やっと完成しました。このバッグは試作の段階からすごくお気に入りで、デイリーバッグとして今一番使っているバッグです。大容量でカジュアルな服のアクセントになるような、そんなレザートートが欲しいなと思ってこのバッグを作りました。今回ね、この発売を機にこのバッグについてもしっかりと皆さんにご説明させていただきたいと思います。まず一つ目のこだわりポイントは、このバッグの形と使いやすさです。私はこれを仕事用や、あとは荷物が多い日のお出かけ用などに使っているんですけれども、このバッグはマチがしっかりあってバケツ型なので物がたくさん入ります。そしてこのバッグの留め具はマグネット式にしているので、肩掛けしながらこのバッグの中の物をね、スムーズに出し入れすることができます。そしてこのショルダーのハンドル部分の幅を太くして、中にね、しっかり芯を入れているので、荷物をね、たくさん入れている時でも肩にかけた時の重さの負担も和らいで感じていただけると思います。持っていてもう肩がもう痛くてたまらないってなるような細いハンドルだと長く使っていただけないかなと思ったので、肩掛け部分のところに関してはすごくこだわって作りました。なので思ってる以上に軽く感じていただけるかなと思います。そしてバッグの形はシンプルなバケツ型にしているんですけれども、体に沿うように滑らかに、そして程よくクタッと感が出るように作りました。物をね、たくさん入れてもバッグの底がいびつにならず、肩掛けしても手で持ってもバッグの形が美しく保たれるようになっています。このバッグはトートバッグのレザーバージョンという認識で使っていただきたいので、このバッグの中の仕切りはあえて設けませんでした。14インチの PC もすっぽり入る大きさなので、ポーチなどを活用してご自身のライフスタイルに合わせた使い方をしていただければと思っています。ただ仕切りはありませんが、バッグの中にチャック付きのポケットを入れているので、お財布や携帯など、そういうね、貴重品などをポケットの部分に入れることができます。そして2つ目、一番こだわったのはこの革の質感と色味です。バッグを作ると決めた時に、私自身が普段デニムスタイルでカジュアルな服装が多いので、何かちょっとコーディネートのアクセントになって色で遊んじゃうような、そんなバッグを作ってみたいなというところから始まりました。そこで今回思い切ってオールグリーンのバッグを作ってみました。バッグの本体はダークグリーンです。明るい場所に出ると緑が濃く出るんですけれども、基本的には黒に近いようなそんな深い緑です。そしてハンドル部分には綺麗なグリーンのカラーを採用しました。使用している革はイタリア製の牛革で、イタリアンレザーならではの発色と、そしてこの革の柔らかさ、ツヤ感、それがすごく絶妙で高級感もあるし、お気に入りのバッグです。もう何よりもこう見た目が大好きです。特にね、この色味に関してはもうこういうのがいいっていう私の理想が明確にあったので、何度も何度も修正をかけて納得のいくカラーに仕上がりました。その結果、
このバッグは黒やベージュのようなベーシックカラーではないんですけれども、意外とどんな服にでも合わせやすい、そんなねバッグになったかなと思います。納得がいくまで時間をかけた自信作です。今日から2月の18日までヒンクヌンクの公式ホームページで受注販売が開始されます。このバッグは今回限りで再販はありませんので、気になった方はぜひヒンクヌンクの公式ホームページをチェックしてみてください。もうあまりにもこのバッグへの愛情が深すぎてちょっと語りすぎてしまったんですけれども、お仕事用のバッグの中身を皆さんにご紹介していきたいと思います。まずですね、こちらバッグの中に入れてるのはスマホです。 iPhone 13 Pro Max を使っています。この iPhone ケースはボナペンチュラのものです。ハンドル付きブックカバーケースという種類で、トゥルーグレー×ブルーリンというカラーです。スマホケースのレザーの見た目の高級感と、グレーとペールブルーのこの配色がすごく大人っぽくてお気に入りです。で、これはこのねハンドルを立たせて、こういう風に手にね引っ掛けることができるので、スマホを見るときとかに使ったりとか、まあ、あとは動画とか見たいときとかにスマホスタンドとしても使えます。で、まあ、ここにスイカだったりとかクレジットカード1枚ぐらいが入れられるような、そういうカードケースもついています。で、そこにちょっと子供っぽさを加えたくて、今ここにストリングティングのストラップをつけてます。これはね、あのケースの色と合わせてこちらのストラップのハートのビーズをブルーにしました。このストラップ手にかけることもできるから、まあ、スマホだけ持ち歩くときとかは意外と便利です。こういう風に手にかけてスマホを落とさないようにして使っています。次はお財布です。お財布は最近新調したばかりで、ボッテガの黄色いお財布を使っています。基本的にはキャッシュレスなので、今まではロエベのカードケースを使っていたんですけれども、領収書を入れたりするケースを別に持つのが面倒になって、結局ねこちらの2つ折りのお財布に戻ってきました。これはね日本限定のカラーのものらしくって、このねギザギザ部分は今年の干支の竜の背びれをイメージしているそうです。このジッパーの部分もゴールドで、そして黄色で竜をイメージしているっていうことで、もう縁起が良さそうと思ってこちらをゲットしました。すごくね明るい気持ちになるビタミンカラーのお財布です。で、中はカードが6枚入って、で、そしてお札を入れるスペース、そこに現金と、まあ、領収書を入れたりして、あとは小銭ですね、小銭も少しだけ入れています。次はこちら、これはね PC ケースです。中には13インチのパソコンが入っています。これでねちょっと外で軽く作業したり打ち合わせしたりします。この PC ケースはパサンドバイ抜き手パのものなんですけれども、あんまりこうゴワゴワしすぎてない薄めの PC ケースが私は欲しかったので、このパサンドバイ抜き手パで見つけて買いました。 PC ケースの中に仕切りがあって、そのね仕切りの中にねこう資料とかもしあったら入れることができるし、今私はここに iFlex のスマホスタンドを入れています。これもね結構便利で、なんかこう仕事中に携帯を立てかけて携帯の中の資料を見ながら作業をしたいっていう時に、こういう風に自分でね好きなように形を変えれるので、テーブルの上に置いて、でこうやってスマホを立ててこう作業できるようにかさばらない、こちらの iFlex を常に持ち歩いています。次は、はい、こちら、これは手帳です。もう私はもうアナログ人間で紙派なので、予定のね管理は全部この手帳に書いてるので、仕事で外出するときは、まあ、常に持ち歩いています。この手帳は緑の MD ノートダイアリーを使っていて、この手帳カバーはこのバッグを作った時の余った革で作りました。なので中のね部分は緑になってて、下にねヒンクヌンクってちょっと白押し入れて、もともとこの MD ノートがもうすごくシンプルなノートなので、この手帳ねカバーがあることで、まあ、ちょっとスマートさが出てすごく気に入っています。次はこちら、これはアイディアノートです。
これはハイナインノートというオリジナルノートが作れるお店で、全部ね一から自分でカスタムして作ったノートです。まあ、結構ねこれ、有名なお店だと思うので知ってる方も多いかなと思うんですけど、もうほんと土台から、あとはここのリングの部分とか留め具とか中のこうノートのねカラーとか、もう全部好きなように選べるカスタムノートのお店です。打ち合わせの内容だったりとかアイディア出しとか、こうわーっと書き殴ってメモするような、そういうノートとして持ち歩いています。で、持ち歩いてるペンは1本だけで、ジェットストリームのものです。これをノートに挿して持ち歩いています。次はこちらです。この中にはエアポッツが入ってます。このエアポッツを入れているケースは、おなじみグラディの猫ちゃんケースです。今まで使っていた猫ちゃんは10年ぐらい使ってボロボロになっちゃったので、こちら2代目猫ちゃんです。次はハンカチも入れています。これはフェイダーのウォレスとグルミットコラボのものです。色の配色といい柄といい、もう可愛すぎて見つけて即買ってしまったんですけれども、このお気に入りのねフェイダーのハンカチを入れています。あとは最近こう雪とか降ったりして寒いので、手袋をね持ち歩くようになりました。これはファミマで買ったものです。最近ピンクが好きなので、このショッキングピンクの手袋を持ち歩いています。結構ねあったかいです。あとはこちら、この袋の中に入っているものは充電器です。使ってるのはアンカーの充電器です。これはアマゾンで購入したんですけど、この手のひらに収まるサイズの小ささと、そしてこのねパープルの色味の可愛さに惹かれて購入しました。急速フル充電が2回できるし、使用してる時にこのバッテリー本体の残量があとどれぐらい残ってるかっていうのも可視化できるところが気に入っています。あとはこちら、ブラシも持ち歩いています。これはリファのハートブラシです。これはお友達からもらったものなんですけど、もう私髪が長いし、もうすぐね静電気とかでボサボサになったりするので、こうやってガシガシと髪を溶けるブラシはもう必需品で常にバッグに入れてるんですけど、取っ手がない分コンパクトで、髪もねしっかり綺麗に溶かせるので常に持ち歩いています。あとはこちら、ヘアクリップも必ず持っています。さっきも言いましたけど髪が長いので、作業してる時とかご飯食べる時に髪が邪魔になるので、こういう風にハーフアップにして過ごしたりすることが多いんですけど、こちらのヘアクリップはマリメッコで購入しました。もともとこれは黒のねすごくシンプルなヘアクリップだったんですけど、自分でねラインストーンをつけてキラキラにデコっています。結構このヘアクリップ自体も大きいし、このラインストーンもキラキラなので、かなりね主張の激しいヘアクリップなんですけど、もう可愛くてとってもお気に入りです。あとはこちら、水筒です。これはね渋谷のヘッケルというところで購入したんですけど、 500ml のお水が入るボトルです。このねボトルの中にお水とか、あとはたまにお茶も入れて持ち歩いてるんですけど、もう私ね本当に意識的にお水を飲まないと全然水分補給しない人なので、最近ねちょっと健康のためにこまめな水分補給を心がけてて、このねボトルを持ち歩いてます。このねボトルすごく軽くって、間口も大きくて洗いやすくて結構気に入っています。いろんなねカラーがあったんですけど、最近はピンクが好きだから、ピンクの細かいラメの入った可愛いボトルを持って気分を上げながら水分補給をしているという感じです。あとこれおやつです。ちょっとね小腹が空いた時にパクッと食べれるようなおやつを持ち歩いています。これは最近ねハマっている一口マンゴーというねお菓子なんですけど、こういう感じでドライマンゴーが入っています。次はこちら、これはリップポーチですね。これは小さいカバンの時にも持ち歩いてるんですけど、よく使うリップと香水だけを入れてる小さなポーチです。でこのポーチは私のねブランドのヒンクヌンクで、去年試作で作ったものをずっとね使い続けてるんですけど、これのねポーチの発売は特にまだ決まっていないんですが、なんだかんだ使いやすくてこのポーチをねずっと使ってます。チャックタイプでちょっとマチのある小さなポーチです。その中に入れてるのがまずこちら、これはアンドバイロム&グラッシーボブティント BR3 番ココアブラウンというカラーです。これは多分ローソンとロム&のコラボのもので、これね結構今一番使っているグロスかもしれないです。ローソンで買える手軽さと、このパッケージの小ささ、あとは塗った時のツヤ感と、深すぎないブラウンピンクのカラーが結構万能で、毎日使っています。
このねココアブラウンというカラーがねすごくおすすめです。今つけているのもこのリップです。あとは、こちらスックのモイスチャーグレイズリップ6番を最近購入して使っています。使い始めたばかりでまだあんまり減っていないんですけれども、これもすごく良くて一群リップにすぐ仲間入りしました。モイスチャーグレイズリップなのでじんわりにじむように色がのるのと、唇にのせた時のこう塗り心地の良さ、特にこの6番のカラーは絶妙です。これはオフィスメイクにもデートにもどんなシーンにも使えるちょっとこなれカラーです。で、そしてもう一つはこちらクレドポーボーテのブリアンアレーブルエクラというリップグロスの2番です。これもすっごく良くて本当にね最近よく使っているんですけれども、このね主張しすぎない細かいラメが塗った時にすごく洗練された印象になります。ヌーディーカラーで単体で使っても可憐な感じで可愛いんですけど、このねスックのちょっとこっくりとしたオレンジブラウンの上に重ねたら最強です。本当に洗練された大人女子みたいな感じの素敵な仕上がりになります。なのでこのセットで最近ねリップメイクすることが多いです。次は、リップクリームですね。最近使ってるのは、こちらの DHC のリップクリームセンシティブタイプの方ですね。乾燥する冬の時期はもうこの緑一択です。でこのねリップがすごく細くって、まあ、塗りやすいのと、まあ、センシティブタイプなので荒れた唇を優しくケアしながらしっとりとした唇に仕上げてくれます。この中にたくさんね好きなリップいっぱい入れてるんですけど、次はこのメンソレータムのリップフォンデュスカーレットピンクを入れています。これはね色付きのリップなんですけど、もう例えるならかき氷シロップを唇に塗ったみたいな感じの仕上がりになります。うるうるでツヤンツヤンです。あまりにもツヤツヤになりすぎるから塗りすぎるとねちょっとベタつくんですよ。さっと一塗り軽く塗るだけでもう全然 OK です。これもねコンビニとかでも買えるのでおすすめです。はい、あとはこちら、これはキュレルのリップケアクリーム美発色レッドです。これはねちょっと唇荒れがちの時に、でも唇に色のせたい時とか、ちょっとそこまでの外出の時にちょっと唇に色足したいっていう時に使ってるんですけど、こっくりとした深い赤がとっても綺麗でリップクリームにしてはかなり唇に色がのります。なのにちょっと透け感シアー感もあるので大人っぽさも演出してくれる万能なリップクリームです。最後に香水ですね。レイク&スカイのロールオンタイプの香水です。イレブンイレブンという香りです。これはねハワイのカカアコにあるミロというサーフショップで購入しました。こちらの香水はホワイトアンバーとムスクの香りでできていて、海から上がった肌をイメージして作られている香りだそうです。ちょっとどことなくハワイを連想させるようなそんな香りで、もう大好きなんですよ。もうこれを嗅ぐだけでハワイを思い出すんですよね。なので寒い時期こそ気持ちだけでもハワイ気分を味わいたいので、こちらのレイク&スカイの香水を使っています。次はですねこちら、これはね細々としたものをいろいろ入れているポーチなんですけど、こちらのポーチはラドローで購入しました。この立体的なこのケーキモチーフがすごく可愛くて購入したんですけど、後ろはねティッシュケースになっています。でこのポーチの中には本当に細々としたものを入れていて、このお化粧直し用のクッションファンデーションだったりとか、あとはこのポーチの中に入れているのはミニコームです。これはね私前髪があるのでこうやって気になった時に前髪を整えるためのコームなんですけど、これはトレスの猫ちゃんコームです。このねトレスのコーム、ここの目の部分が粗くて前髪がねちゃんと溶かしきれてるのかは不明なんですが、もうこの見た目が可愛すぎて、黒猫ちゃんが大好きなんですよ私。だから黒猫ちゃんモチーフのものがあったらもうほぼ 100% 買ってしまうんですけど、もうこれが可愛すぎて買っちゃいました。このコームにはね専用のポーチがついてるので、そこに入れて大事に大事に持っています。あとは、私結構頭痛持ちなので、頭痛がした時にその頭痛を緩和するための頭痛用のバーム、これバジャーのものなんですけど、これがねペパーミントとラベンダーの香りなんですけど、
ちょっと頭痛いなって時にこのこめかみに塗ったりとか、またちょっとこのねバームの香りを嗅ぐだけで頭痛がね少しこう和らいだりするので、肌身張らさず持っているアイテムです。あと他には生理用ナプキンだったりとか、この小さなジップロックの中に入れてるのは、綿棒だったりとかヘアゴム、頭痛薬、あとはまあ一応1日分のコンタクトを予備に入れてます。そういう感じで、小さな細々としたものを入れておくポーチでした。次もポーチですポーチ持ちすぎだろって感じなんですけど、これはねマリメッコで買ったガマ口のペンケース型のポーチです。今年マリメッコ60周年なので、このねポーチの横のタグに60っていうね文字が入ってるんですよ。で、まあ、マリメッコ好きとしてはこういう記念のものは集めておかなければいかんという謎のね使命に駆られまして、一昨日ぐらいにゲットしたんですけれども、これ表ね緑と白のウニっ子なんですけど、これ中も可愛くて中は深い緑なんですね。で、まあ、この中には特に入れるものはなかったので、これを使いたいがために無理やり物を入れてるんですけど、今この中に入れてるのはアンティポディーズのハンドクリームです。これはねコスメキッチンで購入したんですけど、店頭で試してみてすごくいい香りだったので今ね使っています。レモングラスとか、まあ、そういうそっち系の香りがくどくなくって、塗った後もねこう手がベタつかないので、気づいたらこまめに塗るようにしています。であとはこちらスマホのねショルダーストラップも入れています。これもこの携帯につけているストリングティングと同じブランドで、こうスマホをね肩掛けしたい時にこのボナペンチュラのこの輪っかのところにこういう感じでつけて、ちょっとストラップが長いのでちょっとね上の部分だけを縛ってこういう風にね肩掛けして使ったりする時もあります。このスマホストラップずっとねいろいろなもの探してたんですけど、あんまり可愛いのを見つけられなくって、ストリングティングのストラップの使用してるビーズ可愛いんですよ。なのでちょっとこうおしゃれ感覚にこうやって肩掛けできるのですごく気に入っています。次はこちら、これはねアクセサリーケースです。バースデーバーっていう雑貨屋さんがあると思うんですけど、そこにね寄った時にこれを見つけてしまったんですけど、ハシビロコウっていう鳥知ってますか皆さん。たまにねこう動かない鳥として話題になったりするんですけど、そのハシビロコウが刺繍されているアクセサリーケースっていう絶妙なチョイスがもう私の壺に入ってしまって買ってしまいました。この蛍光グリーンのカラーも好きです。で中はこういう感じでピンクで、この下の部分がトレイになってて、結構外で PC 作業してる時とかにこう指輪が邪魔になったりとかブレスレットが邪魔になったりする時があるんですけど、そういう時にここにね入れてアクセサリーをなくさないように持ち歩くことができるし、ちょっとね鏡がついてるんですよ。なのでこう化粧直しもできちゃうところが気に入っています。こちらバースデーバーで買えますので、ハシビロコウ好きの皆さんぜひお店へ急げということで他にもゴリラとあとはパンダの柄がありました。次はこちらです。これはエコバッグです。まあ、お仕事帰りにねスーパーに寄って夕飯のね食材を買い出しして帰ったりするんですけど、今ね持ち歩いてるエコバッグはこちらのシンデレラのサブキャラルシファーのエコバッグを今使っています。ディズニーストアで買いました。こういうねディズニーのサブキャラみたいなのが大好きで、このルシファーシリーズがあって、こちらのねエコバッグ結構素材が柔らかくって結構ちゃんとしてるんですよ。いっぱいエコバッグ持ってるんですが、今一番使ってるのがこのルシファーのエコバッグです。ちょっとこの主張が激しくて恥ずかしいなっていう時はこちら側を表面にして家に帰りますであとはこちらのですねカバンの中のポケットに入れているものを最後に紹介します。まずは手鏡ですね。バイレードで購入した手鏡です。この水色と赤の配色がすごく気に入ってて、あとは両面に鏡がついてて普通のと拡大鏡2種類ついてるのでとても便利です。あとは鍵、キーリングはボッテガのものでちょっと汚いんですけど、タンタンの冒険のワンちゃん入れています。あとは最後にミンティア、この3つをポケットの中に入れています。はい、これが私のお仕事用のバッグの中身です。このバッグにねこんだけ物が入っていたんですけど、もう皆さんにねこのバッグがいかに大容量かっていうのをお伝えできたんじゃないかなと思います。最近ね私の持ち物がアップデートされたっていうのもあるし、
このね、大事に大事に時間をかけて作ったバッグがやっと皆さんにお披露目することができて本当に嬉しく思ってます。もうこのバッグを作るまでにはストーリーがあって、このバッグは長谷川製作所さんという100年以上の歴史を持つ革小物メーカーさんと一緒に作ったんですよ。で、その長谷川製作所の奥様が私の YouTube をずっと見てくださっていて、ヒンクヌンクというねブランドを私が立ち上げた時に私に連絡をしてきてくれたんです。で、そこから一緒にバッグを作ってみましょうというところで進んできました。なので本当にミックさんが納得がいくものを作りましょうって言ってくださって、本当に妥協なく一緒に二人三脚で進んできてくれたんです。 YouTube を続けてきたからこそこういうふうにご縁ができて、で、そして視聴者の方と一緒にものづくりができたっていうこの過程が本当に嬉しくて、時間がかかっちゃったんですけど、自信を持って皆さんにおすすめできる商品になりました。私のね、今のちょっとした夢はこのバッグを街中で持っている方と遭遇するということです。なので、こういうバッグ探していたよっていう方はご予約いただけると嬉しいです。それでは、今週も動画ご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ミクでした。